はい、こんにちは。物欲ながじもんもんだよです。今回はアイハーブで購入した商品の紹介です。アイハーブはね、結構定期的に商品購入しているんですけれども、何回かね YouTube でも紹介しているかと思います。今回は何を買ったのでしょうか。簡単に紹介していくというだけの動画です。まずはクッション材。最近このタイプの緩衝材が多いですよね。まずはこちらです。エブリデイトートバッグということで、食品かと思いきやいきなりエコバッグです。海外ではね、エコバッグがもう流行ってるというか、ドイツとかこの前行った時も、まあ、こういったバッグがないとそもそもスーパーでね袋をくれません。ですのでこういったエコバッグはね重宝しますし、いろんなものを入れておきます。クリーニングとかも持っていきますし、スーパーとかでも使える万能な、なかなかいい感じのエコバッグだなぁと写真だけで見て思ったので買ってみましたが、想像通りのね、まあそこそこしっかりとしたエコバッグです。これがね1枚580円で2枚購入してます。続いてこちら、アイハーブの販促向けノートアクセサリーです。あ、これなんかイベントとかで配るようですね。このようにアイハーブのクリップと紙でできたねボールペンと、あとはポストイットみたいなアイハーブと印刷がされたメモですね。これなんかの景品にもいいかなというふうに思いますが、なぜこれを入れた雑貨的なものが欲しいなと思って入れたんだと思います。これお値段108円です。続いてこちらです。非常にレビューの評判が良いシャンプーです。アキュレキュリオスリークラリファイングシャンプーレモングラス&アルガンというねシャンプーです。ノンシリコンフリー、ノンシリコンかつ硫酸フリー、フタル酸フリー、パラベンフリーと、本当に疑わしい成分がゼロと書いてあるように、かなり成分的には良さそうなシャンプーです。香りもねなかなかいい香りがしますね。レビューがめちゃくちゃいいシャンプーですので、ちょっと使ってみようかなということで購入しました。こちら購入時で918円です。またまたアイハーブグッズ、ショッピング等々の特大サイズです。このようにアイハーブと書いてあるあのレジャーシートのようなね素材でできたこのようなバッグです。これ319円です。ということで、これまで雑貨であったりシャンプーでしたけれども、これからは食品ですかね。食品というのかな。じゃじゃん、これはね前も紹介しましたね、エクステンドの BACC です。フレーバーがグラシアルグレープというフレーバーです。これもねいろんな味があるので、レビュー見ながら良さそうなのをねチョイスしていますけれども、 BCAA アイハーブではこのエクステンドの BCAA おすすめです。まあ最近全然ジム行ってないんでやばいんですけど、そろそろまずいなと思っております。次、同じくエクステンド BCAA スマッシュアップルという味です。スマッシュアップル。最後は大物、例の爆弾です。爆弾、じゃじゃん、ゴールドスタンダードのホエイプロテインです。こんな爆弾ボトルに入っておりますが、味はこれなくなったので普通に補充ということで、ダブルリッチチョコレートですね。ダブルリッチチョコレート、個人的にはこのダブルリッチチョコレートはかなり高評価。変に冒険するよりもこれでいいんじゃないかというふうに思ってきましたけれども、いろんな味がため、いろんな味をね試したいということで購入しております。ということで、今回アイハーブの購入品ご紹介いたしました。このようなねエコバッグとか雑貨も売ってますので、なかなかショッピング楽しいかなと思いますけれども、そろそろね購入するラインナップが決まってきちゃったので、まあ飽きてきたって言ったらおかしいですけど、何かね掘り出し物というか面白い商品アイハーブであったらね、これを買うといいよっていうのがあったら教えていただけると幸いです。これら購入した商品ね、リンクは下に貼っておきますので参考になれば幸いです。ということで、今回は海外通販サイト、私結構愛用してます。商品届かなかったとかね、変に梱包崩れてたりっていうことはこれまでなかったので、まあ、そこそこ安心して使えるかなと思いますので、ぜひ、参考にして活用してみてはいかがでしょうか。アイハーブ商品ご紹介しました。今回も見てくださりどうもありがとうございます。